メガネロックへの東京一人語り。さあ始まりました、メガネロックへの東京一人語り。今週もお付き合いよろしくお願いいたします。パーソナリティは私、県出身で今東京でフリーのピン芸人として活動しているメガネロック大家でございます。この番組は大都会東京へ口先一つで乗り込んだ沖縄芸人の一人語り。コロナ、不況、揺れ動く時代、それがどうした、メガネロック大家が聞かせる本音の東京お笑い物語が始まります。ということで、ちょっとね、今寝起きなんで声が低めなんですけどいやー、ちょっと今日はね、そんな感じ、低い感じの大家を、聞いていただければななんて思うんですけども、今日はオープニングトークね、何話そうかなと思ったら、まずちょっとめちゃくちゃ言いたいことがあって、それがあの1月に沖縄で、ライブ決まりました。いやー、ありがたいですよ。1月16日の月曜日になるんですけどね、僕が沖縄の時にすごくお世話になってたアウトプットというライブハウスがあるんですけども、そちらがですね、今アウトプットラフプロジェクトという県外の芸人さん呼んで沖縄の芸人さんとこう対バン方式でライブをやったりっていうのがありまして、それで3回目のやつに呼んでもらいまして、で1回目が虹の黄昏さん、初恋クロマニオンさん、麦かっこ猫さんが一緒にやって、で2回目は、大自然さんが東京から来て、で沖縄の前僕がいた事務所の FEC から、わさびとデコボコトラベリングが、やるっていうのがありまして、で3回目に呼んでもらいまして、で3回目東京から、呼ばれてるのが新作のハーモニカという、渡辺所属の芸歴7年目かの、ボイパ漫才とかでね、すごい達者な芸をやってるのがいるんですけども、新作のハーモニカと僕、そしてアリンクリンさんというですね、すごいメンツでのスリーマンが決まりましてで新作のハーモニカはもともとそのツッコミの坊主やってる溝上田んぼってやつがいるんですけど、溝上が僕と高校生の時一緒でして、あの知り合い、まあ、後輩なんですけど、僕がその高校生の時に優勝した大会の2回目3回目に出場してて、高校生として別のコンビでね、当時からやってて、そっからの知り合いなんですよ。でそのつながりで、だからパーマ大佐さんとか、前回出てた桂小文吾か、7代目の桂小文吾とか、もうそこで知り合ってるんですよ。だから今このラジオって、その僕が出た大会笑顔甲子園のメンバーでどうにかゲスト繋いでるみたいなそんなところがあって、でまあざっくり詳細を言いますと、ぜひこれね、沖縄の聞いてる皆さんにも来てほしいし、なんだったらこれをね、沖縄以外の方聞いてると思うんですけど、配信チケットもありますんで、こちら詳細をちょっとまず先にね伝えさせていただきたいと思います。アウトプットラフプロジェクトボリューム3、新作のハーモニカ、アリンクリン、メガネロック大家スリーマンライブ、進行は長浜博樹さんです。会場が19時、開演が19時半となっております。前売り2500円、当日3000円はドリンク別となっております。チケットは E プラス、アウトプットさんのメール予約、またはメガネロック大家宛てに取り置きお願いしますっていうのでも OK してますので、ぜひよろしくお願いします。僕はこれが、飛行機のチケットを取り戻すためのバックというシステムがあるんでね、ぜひ僕経由で予約していただけると非常に助かるなというのがあります。そして配信は1800円となっておりますので、よろしければぜひチェックの方よろしくお願いします。各演者、アリンクリン、メガネロック大家、新作のハーモニカ、もしくはアウトプットさんのホームページなどをチェックしていただけると詳細がわかりますので、ぜひぜひご確認のほどよろしくお願いいたします。ということで、楽しみな日でございますからね。そして今日はなんといっても、そんな、新作のハーモニカの溝上と、この間ライブが一緒だったんですよ。ボスザルライブってピラミッドの一番上のライブで一緒でして。その時に、せっかくだからもうスリーマンもやるし、もうせっかくだからラジオちょっとゲスト出ない？出てくれない？って言ったら、いいよって言ってくれたんで、この後はその溝上との、トークをお届けしますんで、ぜひそちらも楽しみにしていただければなと思うんですけども、まあ、今週何があったかなって自分の中で振り返ったら、久しぶりにね、まあ、沖縄でやられてる放送作家のキャン・ヒロユキさんとご飯行きまして。で、キャンさんが、
まあ、仕事の関係で東京に来られてたんで、その時に誘ってもらって、で、行こうかって話して、で、新橋の方で、まあ、飲ませていただいたんですけど、なんかこう、多分ね、キャンさんと二人で差し飲みするって、初めてか、めちゃくちゃ久しぶりだったんですよ。で、まあ、楽しく喋ってて、で、意外とその、ちゃんとこう、ビジネスのお話とか、あと、お笑いの話とかを、こう、してるのを、なんか、いや、話しながら、なんかすごい、あ、俺って、ちょっと大人になったなと思いながら、昔はその何喋っていいかもわからんし、緊張して、あんまり喋れなかったりしたんです、飲み会とかでも。で、おや、つまらんとかなんか、ね、たまに言われたりしてたんですけど、飲み会とかだったら。でも、キャンさんは昔から飲みにも連れてってくれるし、で、いろんな話聞いてくれるし、でそんなキャンさんと今こんなお仕事の話とか、いろいろなんかできてるのも嬉しくなったりとかして、で、また、今後ね、キャンさんがあの、ロルボックスっていう、今アプリで作ってて芸人がこう自分の長所を販売できる。なんかこう、秋典さんだったら、あのね、このハイバルバンバンって同じポッドキャストとかやってる、ハイバルバンバン担当してるただの秋典さんだったら、沖縄子供の国案内しますとか。まあ僕だったら、お母さん大好き芸人なんで、その一緒にあなたとのお母さんの思いでショートコントにしますみたいな。そういったのを作ったりしてたんで、作ってそれ販売するみたいな。っていうのがあったんで、そちらぜひちょっとチェックしていただければななんて思うのと、あと、久しぶりっていうか初めてその、電車移動長距離であったんで、なんか、ラジオ沖縄さんでね、ポッドキャストやらせてもらってるし、他の番組聞いてみようと思って、一応全部聞いてみたんです。だから、ハイバルバンバンと、ヤッケーフレンズと、フリーランス女子レディを聞かせてもらいまして、で、他の人がどんな感じなんだろうと思って聞いたら、まあ、ただの秋典さんのやつはもう、僕が聞いた回はお家で宅録されてる時だったんで、で、奥さんとか子供が帰ってきて一回録音止めるっていうすごい、なんか日常感溢れるやつで、すごいいいなと思って。で、フリーランス女子レディオもなんかすごい勉強になるしためになるなと思いながらいろいろ聞いてて、で、中でもヤッケーフレンズが面白くてね、なんだろう、僕からすると商業高校を返してたんですよ、僕がね。昔。で、商業高校って、すごい女子が多くて男子が少ない学校なんです。一クラスだいたい男子6人、女子34人みたいな構成だから、教室とかにいてもすごい女子トークが聞こえてくるんです。盗み聞きしてるわけじゃないけど。なんかね、ヤッケーフレンズ聞いてると、この、南さんとかニーナさんとか、かなさんの、この、喋りが、なんかちょっと盗み聞きしてる感があって、すごいニヤニヤしながら。で、請求書出し忘れたうんぬんの話とかね。なんか、すごく、なんかいいな。なんか飛行機で落語聞いてる時の面白さに近い感じがあって。なんかすごいまたちょっと今後も聞いていこうかなと思ったんで、ぜひ皆さんもよかったらね、ラジオ沖縄、ポッドキャスト、他の番組を聞いてみてほしいな、なんて思うんですけども。まあそんなこんなで、僕の番組ではメッセージ皆様から募集しておりますよと。メールアドレスが、メガネ 69@rokinawa.jp。メガネ 69@rokinawa.co.jp ですね。すいません。で、小文字で megane69 数字69ですね。@rokinawa.co.jp となっております。そしてツイッターでは、ハッシュタグ、東京一人語り、東京独身の独に語るで一人語り、漢字4文字となっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで。そして、この番組では、リスナーの皆様の総称をメガネっ子と呼んでおりまして、今日はツイッターで一件来てるんで紹介させていただきます。メガネっ子の米山さんでございます。ありがとうございます。前回の放送ですね。10年来の付き合いであるお二人の青春時代エピソードに思わず笑ってしまったり、深い友情や絆を感じました。大江さんの YouTube とともに、小文吾さんの YouTube も見てますということでありがとうございます。本当にね。この昔からやってる仲間が辞めずにずっとやってるっていうのがね、また僕の中では一個頑張れる材料になってるんで、でその僕がそのこの間のライブで、まあ、こうネタ交換でこの落語家の古文語が僕のコントをやって、で僕が古文語の落語をやってっていうのがありまして、でその落語を YouTube に上げたんですよ、僕がやってるやつを。そしたらね、1日で280回とか、なんか他の動画はいつも30とか40で止まるのに、落語だけ異様に伸びるっていう、なんでなんだろうと思ってね、僕すごい不思議なんですけど、まあちょっと気になる方ぜひ YouTube 見てほしいんですけどね、まあそういうのがありますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いしますということで、早速ではございますけども、そんな
そんなって言ったら、カツラ古文語と喋るみたいになるけど1月にね、スリーマンを行う、新作のハーモニカのツッコミであります、溝上田んぼとの、トークを聞いていただければと思います。後半には、ある方々も登場しますので、楽しみにしてくださいということで、それではトーク、お聞きください。さあ、メガネロックへの東京一人語り、今日はゲストにこの方です。どうもー、ツンツンキャツ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 ンツン。どうも、新作のハーモニカの田んぼです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いや、とんでもないです。え、いいんですか、こんな。いや、選びますよね、ゲストを。ゲストを選ぶような。この一個前は、はい、山根です。え、笑顔甲子園 OB しか出てない。パーマ大佐、はい、与座義明さん、はい、山根恭平、はい、今、桂古文吾。新作のハーモニカ田んぼ。与座さんに申し訳ないな。与座さん3本やったから。すごい。出過ぎでしょ。いやいや、今日はありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。いや、もうだってなぜ今日声かけたかっていうと、はいはい、それこそ1月にね、はい、あのアウトプット、僕が沖縄の時お世話になったライブハウスで、はい、スリーマンを。おお、これ素晴らしいですね。僕簡単に言うと新作も、はい、ハーモニカのバーターなのよ俺。いや、そんなことないですよ。沖縄僕行ったことないですし、俺らをメインで呼ぶって、だってピンクさん、町浦ピンクさん、大自然さん、あと誰でしたっけ、虹の黄昏さん、虹の黄昏そんなに僕らでしょ。いや、重い重い、荷が、いやいや、でも荷が重い、一番若いよ。ああ、まあ確かにね、年齢で言ったらもうポップだし。いやいやいや、いや、沖縄って1月も暑いんですよね。いや、だって今撮ってるのが11月の25だけど、はいはい、26日の沖縄の気温が27度とか。やばっ、俺浮かれるな絶対。だからワンちゃん海入れるよ。いや、海入ってサーターアンダギーと海ぶどうとラフテー食べて。ラフテーね、ラフテー、ああラフテー厳しい、ラフテーだから。え、ラフテー、いや、ラフテー、パクチーと同じんじゃない。パクチー、そう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 、ラフテー。あ、ラフテー。あとでも天ぷらとかね。天ぷら食べたいな。もう俺が全部知ってるから。で、沖縄のなんかその大人のなんかキャバクラとか行きたいですね。行きたい。まあ、いろいろありますよ。僕もつてがありますから。いいな、マジ最高。だからもう、あの言い方あれですけど、はい、アテンドですよね。いや、おっしゃる通りですよ。マジで本当にその通り。いや、そうでしょ。しかもアウトプットさん、はい、ビッシュさんとか呼んでるんですよね。あ、そうそうそう。もともと上津さんが、あの店長の上さんがネイキッドロフトっていうところでね、東京の働いてて、そのつながりがあって、はい、チャランポランタンさんとか、はい、ビッシュさんとか、またそのスター大勢のアーティストさんが、上津さんがいるなら来るよっていうので、アナログフィッシュさんとかね。そう、上津さんの人柄というか、もうだからもう上津さんがいるんだったら私たちそこでやりますみたいな、やばっていうのがあって、僕もお世話になってたから、それで今回その上さんから電話かかってきて、新作のハーモニカ呼ぼうと思ってるけどどんなって聞かれて、上津さんで目が濁っとる濁っとる。いやいや、めちゃくちゃ先見の目がある人だから。あ、本当ですか。俺も沖縄の時にすごい気にかけてくれたし、お世話になったし、はいはい、でそれで新作のハーモニカ気になるって、はい、言って、でこういう感じで、僕田んぼとは高校の時から付き合いがあるから。あ、そうなんですよね。笑顔甲子園っていうね、お笑い大会で知り合って、はい、もうそっからもう 7,8 年ぐらい知ってますよって話したら、あ、じゃあ大谷くん来るってなって。そっから。そうだから、あ、大谷くん知ってるんだったら来るみたいな、正月来るって言われて、すっごい、いいんですか、だからちゃんと僕新作のハーモニカのバーターで新作のバーター、新作のバーター。いや、そんなことないですよ。あの、だからバーターが分かんない人、はい、あ、いると思うんで、簡単に説明すると、はい、ポケモンでいう、あの、はい、マンタインの下による鉄砲みたいな物理的にね、物理的に言うと、マンタインが新作のハーモニカで、はい、僕は鉄砲王だ。進化すると奥端になるやつ。あ、なるほどね。あ、なんかあったら守ってもらう。そう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 、身も守ってもらうし。それだから、いやいや、沖縄といったらやっぱ凱旋じゃないですか。そうしたら、だから僕4月以来なのよ。4月にネタ10本やる単独をそのアウトプットでやって、それ以来だから。じゃあ戻るとね、なればそれ聞きつけたね、もうだから現地の方が来てくれるし、あの、もううちのお母さんも、うわ、清美、清美清美なんで知ってるかって、俺もう長い付き合いですから、大谷さん。そうだから、アイラブ清美っていうピンネタやってた時。そう、懐かしい。だってあれ高校の時からやってたもん、溝上。だからシーズンって当時コンビ組んでて、そう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 、で笑顔甲子園2回目俺が優勝して、4回目だよね。そうです、僕ら4回目です。4回目取った時に、だから俺多分審査員で1回見てるんだよ。3回目の時に前年度チャンピオンが呼ばれるから、優勝してない時の審査してて、そうだそうだそうだ、で、あ、売れると思ったから俺、今だからけど点数低めにつけたの
なんでちょっと嫉妬してるっていうか、そのなんかライバル視してるんですか。いやもう、公正にジャッジしてください。売れる売れる売れるから、これは。いやいやいや、あん時懐かしいですね。いやだからあれ、だから高校の時から実は付き合いじゃないですか、はい、だから僕のことは水の神っていうのなかなか数少ない先輩なんですよ。マジか。みんな田んぼって、そうだよね、田んぼってほらお笑い芸人初めてからついた名前だから、そう水神っていう先輩、水神だからいつもあんまりいないですよ。だから嬉しい。ツイッターではちょっとその近しい感じだったから、はい、田んぼちゃんとか恥ずかしい恥ずかしい、水神って言わないですよ、裏側を懐かしいな。いやだからそういうのも付き合いがあって、で新作のハーモニカ組んで、もうテレビとかね、うん、いやいろんなところ出てるから。いやいや何をおっしゃいますやらですよ。歌ネタ王だって準決勝見に行ったからね。あそうだ、2021年のそうコント見に行って、はい、どっか受けしてるの一番前の席で見てたからいや恥ずかしいんですよ恥ずかしいんですよそれで。ちゃんと決勝行った時はテレビでも見たし。ああ2019、そうあのめっちゃ受けてたのに点数低くて客席からえーっていう声が上がるあれ見せたから若干放送事故みたいになっちゃうあったな。 MBS 大阪放送しか見れないのに。あれ沖縄はね映るのよ。えなぜか、すごわけわかんないけど手だけで沖縄住みたいんですけどすごっ。だから沖縄でだから知ってる人多いと思う。だって今回新作来るし若い子も多いって。いやもうすでに東京から私行きますみたいな人4件5件ぐらいあったんで。いやだからで1月って意外とチケット安いのよ。ああなるほど、あんまり人気好きじゃない。そうそうそう、夏場は多いけどオフシーズンでもないけど、俺もチケット取ったけど、行き9000円、帰り7000円とか。え1万6000円できるんですか。宿と入れたらじゃあ2万弱とか、ね、でも宿俺実家だから。そっか、そうえこれだからアウトプットの僕らのとアリンクリンさんと大家さんのスリーマン、はいはい、大家さんちみんな泊まればあの安く来れるんで行きましょう。みんなだからもう東京から行こう行こう、全然いいよ、うん、何人入れます。2 どんな実家2しか入れない。2だけ。リビングでギリ2人机でうつ伏せで寝れるし。え和室とかないですか。和室はあるけど、はい、タンスとかいっぱい置いてるから俺が寝るベッドにもう1人で床に1人、はい、4はいけるか。あじゃあ4か5ぐらいはいける。今先着4人だったら大家さんちタダで泊まれますんで、そうぜひ皆さん来てください。ただもうあとうちのお母さんの朝食付き。うわっ清見の清見手料理、パパイヤとか食ったことないでしょ、うん、いやないですないですないです。パパイヤチャンプルーとかね、うまそう。あと冬瓜とか渋いとかヘチマ食べないです食べないです。ヘチマはあれね、あの沖縄たわしじゃなくて食べるので、うん、すごっ。えあれですか、あのヤンバルクイナとか食べます。ああ放送 NG でこんな干される干される。イリオモテヤマネコとか食べますか。いやもうそれはもうあのハブにする質問だから食べないし出てないし、はい、ただでも海蛇は食べる。すげえな。だから珍味が多いから黄金伝説みたいなことしてるじゃないですか。そうだから、うん、もう田んぼとかはもう溝上とかはいやいやいいんすよ言い直さなくて沖縄行ったら、はい、ちゃんと珍味食べさすから。いや食べたい。ヤギ肉ヤギ肉。ヤギ肉と焼肉のトーンでヤギ肉ねヤギ肉あなたイントネーション指摘してましたけどヤギ肉ね。いや沖縄の人はみんなこうやって食べるからいやいや急に出てきた。ヤギ肉ヤギの肉。ヤギ肉でしょ。ヤギ刺しね正しくは。えヤギの刺身生で、うん、食えるんですか。食える。ハイエナの気分ですよすごっ。とあとはそのヤギ汁、ヤギのスープとかもあるし、ヤギの睾丸とかも食べるし。うわー白子みたいな感じじゃないかな、俺は食べたことないんだけど。うまそう。だからもう沖縄来たらステーキとかもあるし。いいなー。取り木もできるし2月にはいいですよ、鳥取にスタバができるみたいな感じで沖縄に取り木がやってくるみたいな。2月にできるから。あそうなんですか。ちょうどだからいやこっちでいくらでも食えるんです東京で。ギリないからね。あないんですね。ギリだって行くところには16日1月の16日にあるから。ああ行く日はね、俺らが行く日は。いやいや東京で食えるんですよだから取り木だったら。いやでも溝上ほら普段忙しいからさ、はい、忙しくないです僕、365日暇男なんで。いやいや絶対それをモットーに生きてますから。いやもう本当にこれはもう俺は絶対売れてると思ってるから。野菜のねスーパーでバイトしてた。もう辞めてるでしょ、はい、バイト。あ今は入ってないですけど、でもチーフに呼ばれたら僕来ますよ。今日人足りないから暇して、明日暇してたらおいでって。いや朝5時から9時半とかまで、あ暇なんで行きますよ。いいな。俺はもう朝6時からバイトだよいつも。何のバイトしてるんですか。コンビニ。6時から朝6時からバイトして。あいや2時までとか。長いな。大変だな。もうそれをずっとやって前伝えでやってましたもんね。前伝え、お知ってんね。懐かしい。
タヤでやってたんですよね、沖縄の。あ、シーズンの時、はい、あの初めてのお使いのネタで優勝してた。懐かしい。テレテテテレテテテレテテレテテでやった。誰にも、いや財布盗んでるって言うね。懐かしい。あの時大家さん高校、俺らが高校生でチャンピオンで審査員に来た時、なんか島開拓する人みたいな身なりしましたよ。身なり。あのもうもうなんかもうなんかすごいなんか商社マンみたいな格好で漫談しましたよね。そうそうそう、あの俺当時罰ゲームで、あの子連れ狼の大五郎みたいに前髪だけ足目取りしてたんだけど、そこだけ残されて全部坊主にさせられてたから変な髪型だったな。そうだから坊主にして恥ずかしかったからハットかぶって、で卒パで買った黒のだからハットかぶったのか。そうだから本当にうさんくさいその自己啓発の人みたいな怖かったですもん、俺さんなんかパイロット墜落しちゃうんですよねみたいな、なんか漫談しましたよね。いや覚え、よく覚えてるね。いや俺それ覚えてますもん。俺だから何やっていいか分かんなかったから、はい、落語の枕みたいなこと10分ぐらいやって、俺とその同級生のガールズガンダーラジョー君って一緒に戦ってたこと見て隣で目合わせて何あれって言ってどういう冷静さが、落ち着きっぷりすごくね。20歳であれあったの、20歳とか19歳とかその時ある。19とかだ、もう7年ぐらい付き合い。 あとジョー君はね今落語家になってる。そうなんですか。そう、この間あった。あったんですか。普通に今これはもうラジオ関係ない身の世間話だけど、いやちょっとでもその落語もぜひね見に行ってほしいですね。あいつ超面白いやつなんで。面白い、うん、超面白いし、今前座だから修行期間らしいんだけど、まあ、めちゃくちゃ面白いし、飯でも行きたいですね。そう交えてパーマさんとか交えてね。そうだから笑顔甲子園メンバーね、今日もパーマさんも一緒だったし、ライブ確かにこんなのなかなかないですよ。パーマさんと大家さんと僕が平張り一緒になるライブなんてなかなかない。そうでネタ順も今日はメガネロック大家新作のハーモニカで続いてネタかぶり、ネタかぶり一出してもらいました完璧に。こんなことないです。いや多分今日1位だよ新作が。いやそんなことないですよ。受け方はエグかったもん。いや大家さんが1位、僕らが2位です。いや俺はもう配信10枚しか売ってないから。いやそれがすごいですよ10人も買ってたら票入るでしょそれ。もう10票もうボスザル常連になりますねこれ。だから今もうエントリー費払ってないから。なるほどね。そのボスだろうか。お笑いライブってのはエントリー費払って出るライブが多いから。そうだからちょっといやお互いね成長しましたよこれ。やっぱりだからもう沖縄で伸び伸びと羽伸ばして10分尺の漫才多分やるはずだから10分時間の感覚がゆったりだから。いやもう単純にあの2回目の配信見たら大自然さんが10分漫才を3本やってたからえぐいって。だから多分やることになる。そんな量やるんですね。誰も見に来れた人は嬉しいかもしれないですね。そう10分ねやれたら。だからなかなか見に来れないし、やっぱりあの感じのやっぱり音楽好きだから沖縄の人は。ああ確かにね、乗る感じというかね。そうそうそう、確かにだからあの感じのお笑いの人いないから沖縄に。ああなるほどなるほど。そうそうそう、ビートボックスとかラップの人って新鮮だと思うすごく。いやーちょっとマジ楽しみです俺。だからぜひそれしか楽しみないです。だからもう僕と、新作のハーモニカ、そして沖縄吉本のアリンクリンさんの3組のスリーマンが1月16日にアウトプットでありますと、はい、ぜひぜひ。で19時オープンの19時半スタートで、うんうん、前売りが2500円、ワンドリンク別で配信は1800円となってますので、はい、めちゃくちゃ豪華ですよこれ。そうアリンクリンさんはだっていや沖縄の賞レース2つ取ってるし、O1 グランプリとバイアスロンっていうのを優勝してるし、よく聞くやつだ。そうあとバイアスロン M1 グランプリも何年か前準々決勝行ってるし、すごい。しかもあのフォロワーとか2万人ぐらいいましたね。そうそうそう、ちょくちょくバズってる沖縄版の、ラッスンゴレライとかやったりして。ああなるほど、そういうことか。そう、それで結構バズったりしてて、あれ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 、嘘でしょ。お疲れ様です。あれ今ちょうどラジオ撮ってて。お疲れ様です。あ、今ラジオ撮ったのね、外でね。はい、あどうもパーマ大佐でございます。トリちゃんでーすあのホーリーオーギー、あの肉気ホーリーオーギーが肉気って言うなよ。肉気ホーリーオーギーがあの純潔でね、純潔で、それ大家さん見ててね、うん、はい、そうそうじゃん、そうじゃん。ホーリーオーギーさん勝ち上がって僕らが、惜敗するというね、この何とも惜しい結果になりました。いや面白かったです。ごめんな、俺らの方が笑い取っちゃっただけ。怖っ。ごめんな、怖いし腹立つし。本当にごめんな。いやラジオだからってちょっとすっごい表情で見てたけど怖い。何がパーマさん2回目だからね。確かにラジオ出てくれるのね、前ね、出させてもらってね。これ何のラジオ。これ僕の沖縄でやってる、うん、東京一人語りって。沖縄に乗んのこれ。そうそう、あ嬉しいね。ラジオ道中でiPhoneで撮るんですね
いやそう確かに何でもいいの取り方だって前はそのなんだっけ始めたてだから2回目3回目だからしっかりしたやつで取りたいです、うん、パーマさんなんかできないですかって言われて、ね、でうちに来て、ね、うん、そううちにそのコンデンサーマイク置いて、うん、でしっかり周りね、うん、音がしないようにもう扉とかも閉め切って、うん、で編集して送ったのよ、うん、で頑張ってねその東京一人語り頑張ってねって思ったら、うん、こんな今雑な収録してると思ってないからがっかりだよね。人とか中野の駐輪場で撮るんですそうだよ本当に隣に飲み屋あんだからしっかりねおっさんたちがいっぱいいるところ、うん、そういやでも気づいたのは意外と iPhone のボイスメモは綺麗、うん、違う違う違うそれはねあの大家が見つけた功績じゃないのよそれはあのジョブズの企業努力マジで、うん、そうね、うん、そういうことよ。こんな音質のアプリを入れれるジョブズの、うん、そうジョブズがすごいアップル社の努力のおかげ、うん、今日平場もね皆さんご一緒できて本当に嬉しかった。楽しかったね。また MC ね。だってこの3組は高校の時から一緒にやってたから。えあ、そうだね。そう、うん、まあ大こそ違うけど。そう、へえ、学生の時からもう8年9年ぐらいの付き合い。すごい長っ。そうなのよ。そう実は。そうなんだ。そう、あの田んぼくんが前のコンビシーズンっていう。つかダセーな。え、その時も何あのヨーヨーでやっ。こういういやそれはやってない。正統派漫才みたいなの真似事みたいな人で、ボケやってて。そう、僕ボケで。あ、せー。そう、せーって何？せーって何？せーなんだ。せーって聞いた。びっくりした。マジそうだったんだ。懐かしいね。懐かしいね。ちょっとごめんね、なんかせっかくちょっと飛び入りみたいになっちゃって。むしろあのこの4人が出てたボスザルライブもね、うん、ぜひ沖縄の人も見てほしい配信でね。そう配信ありますからね。ぜひパンマさんがもうどっかどっか受け取ってるやつ、ね、いや面白かった。そんなことない。面白かった。ワンハンワンハンの歌に乗せて、ワンハンワンハンの歌に乗せて、ワンハンワンハンをね。まあ詳しくは配信をチェックチェックチェック。いや言ってもいいだろ別に。お願いします。鳥ちゃん、はい、今度またね。あ、お願い出させて、うん、お願いします。楽しみにしてます。酒飲みながらやっていいんですか。最高じゃん。今家にしこたまビールあるから。最高だね。そんな仕事の仕方でいいのこれ。すごいね。もうちょっと決まった仕事大事にやりなよ。じゃあお疲れ様です。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 ありがとうございました。いやということで、はい、ぜひ沖縄のライブも来てください。いい締めになりました。いい締めになりました。昔話ちょっとしましたけどということでメガネロックの東京一人語り本日は以上となります。それでは皆様また今夜バイバイ。